テオファニス・ゲカスは、ギリシャラリーサ出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。ファーストネームであるテオファニスを縮めた愛称の、ファニスで表記されることも多い。アンダー世代では、代表に選ばれることはなかったが、実力が認められ、フル代表にも選出されるようになったお咲き。ギリシャの名門である、パナシナイコス FC でキャリアを積み上げ、2006から2007シーズンから、 ドイツ・ブンデスリーガの VFL ー風ムへレンタル移籍。そのドイツでの最初のシーズンに、ケビン・クラニーや、アレクサンダー・フライ、ロイ・マカー・イなどの有力選手を押しのけて、得点王のタイトルを獲得した。ボー風ムのサポーターからは、ギリシャの神なる損傷を受けている。2007年夏には、バイエル・レバークーゼンへ移籍。2009年1月からシーズン終了まで、ポーツマス FC に、 レンタル移籍した。さらに2010年1月からシーズン終了まで、ヘルタベルリンへ、レンタル移籍2010年5月、移籍金1000万ユーロ、2年契約で、アイントラハトフランクフルトへ移籍した。2013年1月25日、アクヒサルベレディエスポルに加入。同年9月5日には、今夜スポルに移籍するが、翌年6月26日に、アクヒサルへ復帰した。 2015年7月7日、エスキシセヒルスポルに移籍した。翌年2月1日、スイススーパーリーグの FC シオンに移籍。翌年1月12日、スイバススポルへ加入することが発表され、再びトルコに復帰した。南アフリカワールドカップ、欧州予選では10得点を決め、イングランドのウェイン・ルーニーなどを抑えて、得点王に輝いた。 ラトビアトルクセンブルクと対戦した最後の2戦で5得点したが、特にラトビア戦では大量4ゴールを挙げた。2014年6月29日、ブラジルワールドカップ決勝トーナメント1回戦のコスタリカ戦、延長戦を1から1のまま終えたため PK 戦に入り、4人目のキッカーを任されたが、両チームで唯一の失敗となってしまい、5から3となり試合に敗れ、 同国代表初のベスト8進出はならなかった。ありがとうございます。